一部の選手たち、特に現代的な賢くてタグな選手がコメントしてるのが何とも心苦しい。前言ったあれですよあの、ちゃんと問題点気づいてる系の選手、あ口で言うだけじゃなくて、あのプレイに出てる選手ね。だから僕が思うのは三と宮安、久保、田中を。この辺中心したチーム作った方がいいと思いますね。その方が現場判断でいろいろ変えられる、個人戦術が高いからそれがチーム戦術になるっていう、ワンチャン生き残れるんだったらそれだと思いますね。 だ富安いたら、まあ、ここまでの集大は、日本代表さらしてないと思うんで。ただ、あれなんですよ。富安が本大会にいないってことは全然あり得るんですよ。富安結構怪我がちだし。だ僕、ツイートした時に、もう偶然ーーじゃないですかと言われたけど、富安無理させないのは別にアーセナルのためじゃなくて、そんな長引かないと思って長引いたじゃん。あの、年末の怪我とか、年末年始のあたりの。それと一緒で、今回も出してないからよかったけど、 シーズン始まって、まあ、例えばここでね、出してって怪我したら、シーズンスタート遅れるでしょで、それで遅れて焦って出て、また怪我して、長引いて、ワールドカップの時に本調子じゃないみたいになりますから。本当にあの、センターバック1枚変わるだけで全然チーム変わりますからね。ファンダイク入るまでのリバプールが安定しなかったみたいな感じで。そうだから、わけわかってて、まあ、技術とかフィジカルも高いみたいな。 なんか現場の判断で戦い方を臨機応変に変えて、それが理にかなってるみたいな選手たちでやった方がいいと思いますね。だから、田中碧と僕はそれあの、久保とか今、批判されがちというかあれだけど、僕は久保がその賢さあの、現場判断力っていうのがすごい高い選手だと思ってます。なんで、冨安と久保とあの田中碧と三笘は出すべきだと思います。 でそこに今あ、その時に調子いい選手。でも今だと伊藤とか、えまあ、遠藤航今回批判されてるけど、遠藤航の,あの欠点の部分は、監、ま、督、あ、が良かったら改善できる部分だし、遠藤航個人でも、まあ、ちゃんとした分析感とかがついてたりとか、まあ、自分自身のプレー見直したらね、ボール受ける位置低すぎたりとか、そのせいで、プレス、相手のプレス強度高くなってるのは出てますからね。で遠藤航全然入れていいと思うし、鎌田なんかもいいですしね。 使いい方によっては南のもいいしただ誰を中心にして基本の戦術を与えて枠組みを与えてそれを状況によって変化させるっていうただ変化のさせ方を間違っちゃいけないから今それが吉田前はできないんですよでその吉田前に基本の戦術ガイドブック与えないで基礎を教えないで応用をやらしてるみたいなことですから基礎っていうか基本ね基本チームに基本を与えてそこから応用ができる選手を中心にするっていうのが大事だと思います